動くほど、動くほど、動くほど、などとは、踏み面が階段状にならない水平型エスカレーターの、通称、オートウォーク、ムービングウォーク、トラベレーター、ムービングサイドウォーク、特に空港においてなどとも呼ばれる。傾斜のあるものは、オートスロープとも呼ばれている。主として、人間用の輸送機器で、水平、またはスロープの形状になっている。 ベルトコンベア方式のうち、スキー場の子供用ゲレンデで,で用いられるものは、スノーエスカレーター、ムービングベルト、スノーウォーカーなどと呼ばれる。人間が立ったままで目的地にまで移動することができるという動く、プラットフォームの構想は1874年にアメリカのニューヨークで提案されていた。 この動く歩道が実際に作られたのは1893年にシカゴで開かれたコロンビア博覧会、シカゴ万博においてである。この博覧会に設置された動く歩道は、環急2種類のスピードを組み合わせたものでく歩道に、乗った人が、さらに速い方のプラットフォームに乗り移って、移動できるように設計されていた。その後、動く歩道は、世界各地の空港や、 地下街などに導入されるようになった。踏み面の角度は水平になっているものと、緩やかな坂状になっているものとがあり、日本では1970年、昭和45年の日本万国博覧会、大阪万博以降、一般的に動く歩道と呼ばれる。坂状になっているものは、エスカレーターと同様、主として、建物の各階や、比較的大きな段差の移動に利用される。 三菱電機ではトラベーターと呼んでいる。また、傾斜しているタイプをオートスロープと呼ぶこともある。形式にも二通りがあり、エスカレーターの水平化であるパレット式とベルトコンベアゴムベルト式が存在する。動く歩道のメーカーは以下の通り、踏み面が平らであることにより、エスカレーターやエレベーターにはない多くの利点を持っている。まず、エスカレーターと違い。 ショッピングカートやベビーカー、車椅子、大型のスーツケースなどを乗せて容易に移動できる。しかもエレベーターのように待つ必要性がなくより多くの利用者が同時に利用できる。踏み面らに段差がないことから乗り降りが容易でつまずく心配も少なく、高齢者や子供など足元の不確かな利用者にとって親切である。角度が緩やかであるため恐怖感がなく、 足を踏み外す危険性もない。このように多くの利点を持つため、商業施設、空港や駅で普及しつつある。しかし、その性質上、傾斜を緩くしないと滑る恐れがあるために、設置空間がエスカレーターやエレベーターの数倍も必要される欠点がある。結果的に施設の売り場面積などが犠牲になるので、導入される施設が、郊外型の大型施設などに限定され、 エスカレーターの代替としての導入例は少ない。傾斜を持たない動く歩道としての導入は、大型のスーツケースなど、大きな荷物を携帯して、長距離を移動する必要のある、ハブ空港の空港ターミナルビル内、大規模鉄道駅、阪急梅田駅などや大型施設や郊外型店舗などの連絡通路などでの導入例が多い。ただし設備の終点では、完成の法則により、 前に投げ出されることになり、なおかつ利用者の多くは通常の歩道のように歩いて使うので高齢者や障害者には特に注意が必要である。1970年代から高速を出しながら安全に移動できるよう加減速可能な動く歩道の研究が続けられている。これは二重のコンベアを持つ複雑な構造で IHI 等が開発している。 傾斜を持たない動く歩道とエスカレーターとを連続連結し、動く歩道がそのままエスカレーターに、またはエスカレーターがそのまま動く歩道になるものもある。設置場所の一例は以下の通り、このほか、JR 東日本西川口駅のエスカレーターにも数メートルであるが存在する。規格としては横幅は800ミリメートル、1200ミリメートル、 傾斜角度0から3度のものが標準的である。エスカレーターと同様、省エネルギーに配慮して常時稼働ではなく、赤外線センサーによって人の接近を検知して稼働するものも製造されている。2002年7月1日、パリにあるモンパルナスビアンブニュー駅に通常、約秒速0.8メートルの3倍の速さ、約秒速2.5メートルで動く歩道が設置され、 世界的な話題となったが、あまりにも早いために乗降時に転倒する人が続出し、4日後の7月5日には一時使用停止に追い込まれた。これは先端を呼び、終端付近に独立して動くローラーがあり、先端ではだんだん速くなって高速コンベア部に接続し、終端ではだんだん遅くなって出口にたどり着くという構造である。日本では1967年に、 大阪市の阪急梅田駅に最初に設置された阪急電鉄はこの動く歩道をムービングウォークと呼んでいる。駅設備移転に伴うた鉄道との乗り換え不便解消のためのもので、横一列に幾本もの動く歩道が並び、現在でも日本最大規模を誇る。3年後の1970年の大阪万博で日本において広く知られるようになり、関東地方では 東京駅や渋谷駅、羽田空港、成田国際空港の構内、新宿駅の西口から新都心方面への遊歩道、桜木町駅から横浜博覧会の桜木町ゲートへの連絡橋、現在は横浜ランドマークタワー用に転用などに設置されている。東海地方では名古屋市で1 9 8九年に開催された世界デザイン博覧会に合わせ三会場のうちの 白鳥会場に近い名古屋市営地下鉄名高線。当時は名城線、日比野駅に設置された。ただし、現存せず。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。